現在9月の議会中のババタカシです議員を2つに分けて、えーまあ、役場の令和4年度に使ったお金の決算審査委員会というのをやっています。まあ、1年間に使ったお金のお、まあ、実際に目的通り使われてたのかもしくはその実際に使って効果がちゃんと出てるのか そういったところをですね検証もしくはもっとその結果を上げるためにこうしたらどうですかと提案をするような会議の場になっていますで昨日ですね健康福祉課審査ということで会議を行ってきましたで一番まあ私が気になった件で言うと国民健康保険の決算の報告があって まあここはあのずっとまあ何百万とか赤字がずっと出ている状況なんです。まあ、理由としては高額の,のまあ手術とかがまあ重なったりとかしてですね、まあ、まあ国、町、まあ、町もそういうその医療費は負担してますから、 で、えー、経営自体は自治体ごとにやってます。なので、えー、そういった理由でですね、赤字が増えてる。まあそういうのがあって、えー、温泉施設とかですね、ああいう健康ジムなんかを作ったことによって、まあ、病気になっては医療費を出すのを減らしましょうという取り組みで、ああいうのをやってるのもありますね。手術される方が多くて、赤字経営が続いてると。で、これも4年半ぐらい前から私が議員になって、 っててかからずっとその話は毎年聞かされてましたある自転車操業みたいなずっと借金の前借りみたいなのをずっとやってる状態なんですね。でそれを <laughs> まあ議論するべきではないかということを、まあ、どうするかは別としてまあ町の町としてその健康保険に対してはまあ税金で町の税金で、えー、支払っていくんだっていう考えもあると思いますしいや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 。 その、健康保険は健康保険の中で、えー、収支バランスが合ってないといけないという考え、まあこの二つあると思います。なのでそれを、まあ街議論をするべきでは、運営委員会でっていう話を私はしてました。でも、前の町長さんの時は、 まあ、コロナで生活が苦しい方が多いというふうに聞いてる中で、そういった、まあ、皆さんが払うような、まあ、税金というか保険料を上げるのは好ましくないという判断だったので、まあ、私たち委員の方もそれで納得はしてましたし、まあ、それ以上のことは私も言いませんでした。だから今回、えー、新町長、うん、体制になって、 で今回の決算ぐらいから、えーまあ、料金を上げようと思いますという形で、うん、担当課の方からね説明がありました。 結構金額も膨らんできたのが原因の一つではあります。まあ実際には健康保険運営委員会というですね、議員3名、私は今回入ってないですけど、と一般の方のその委員会の方が、まあ、メインの議論の場にはなると思うんですけど、実際どうなってますかっていうふうに他の議員さん聞いたところ、<laughs> の、まあ委員の方で、まあ全員なのか一部のメンバーか知りませんけども、意見書を出したいというふうに言われていると。 いうことなので、えー、まああの担当としてはその意見書待ちとこれが多分今月中には出ると聞いていますということなのでそれを見て <laughs> まあ来,来年度中、えー、結果を出したいという、まあ、他の議員さんとしてはそのまあ、どいずれにしようですねその保険料を払ってらっしゃる人たち に、すべてに関わる問題なので、やっぱある程度その現状説明であったり、そこまでに至るまでの経緯を、分かってもらわないと、あの、いけないよね、ということで、告知は何かしてるのかっていうことを聞かれてましたけど、まっ、あ、たく今のところ告知もしてないと。で、意見書のこともほ他に喋ってもないということで、 まあ、誰かがこれ表に出さないと、まあ、いきなり、保険料上がりましたみたいな広報誌に乗るのはちょっとやっぱり良くないと思うので、もちろん議論、議会の中で、その前にその話は出てるくると思いますけど、ま味こういうことを表に出すのは、やるべきじゃないって言われる方も多いんです。これはこういうのうちうちで、役場の、 関係者だけで話をすればいいんだっていう意見もあるんですけど先にそういう話になってるんだよということをこうい,うかこういった形で話して、まあ、皆さん内に特に問題がなければそれでまあ進めていくべきだと思います。でも一番大切なのは大きいまあ会社があってそのなんだろう飲食店部分がちょっと中火になりましたとね。 でもいろいろこう全体だとしては経営はにちなみにうちの町は経営としては本当に日本中で類を見ないぐらい借金が少なくて、まあ、貯金もそこそこあって、えー、規模はちっちゃいですよでもすごく健全経営なんですねそういう町がで健全経営をやってる町がその一部レストランのとこが赤字だよねっていう まあ建設部門は黒字です、いろいろあるうちの1箇所だけが赤字だから、そのレストランの料金を上げないといけないのか。まあ、そういうところの議論になると思います。で、ん、まあ、そうですね、皆さん、どう思われますか皆さんの生活に非常に関係が大きい事柄を今話しているところです。はい、それではまた。